ザスパ群馬、酒井選手とレイバック、ドライブ企画。先週は道の駅玉村宿で買い物をしたり、田中屋で焼きまんじゅうを楽しんだ酒井選手。いよいよ最後の目的地、ザスパークへ。6月下旬から使用しているザスパーク、酒井選手が施設を案内する。ではザスパーク案内します。はい、ここはミーティングルームですね。すごいっすよ、もうめちゃくちゃ広いっす。この床の色からこの黄色の色までザスパカラーでミーティングをできる。すごいですね。もう選手の荷物がちょくちょくと入ってきてますね。酒井選手、自分などがどこでしょうか。はい、ありました。酒井選手、ここですね。24番。まだ決まってないですよね。ランダムで今置いてあるっていう。いいですね。座り心地もめちゃくちゃいいですね。なんかどの辺がいいとかあります？実際こう、多分いろんな選手の意見もあると思うんですけど、酒井選手的にはどの辺ですか？どこがいいだろうな。あ、でもここいいと思いますけど、あんまこだわりはないですね。けどまあ端とかが一番みんな人気が出るんじゃないですか。端に座りたいとか、広いから。今はあの端さん、細貝選手と隣で。広くないですか。まあでも選手みんなの顔が見えるのはいいですね。なんかある時も。うん、高澤、あいつ何番だっけ。いますね。はい、いやまあでも いたずらできないですね。和田もいますね。和田も最近よく飯行ってるんで。あ、そうなんですね。はい、リリーさんもいますね。さっき話題に上がった、はい、兄貴、リュウジ兄貴。大好き杉本龍二先輩。風間さんも今日誕生日です。おめでとうございます。グッズがすごいですね。あ、これがガチャっすね。よくサポーターの人が当たんないんだよねみたいな話をよくされてる。お、マフラーっすね。ぜひ買ってください。で、こんなバッグあったのって思いました。俺らにもちょっと配ってほしいですね。これちょっとからってみていいですか。マジで使えそうじゃない、遠征の時。ちょっと可愛いか。みんないいバッグ使ってるもんな。いいっすね。やっぱりいいですね。ホーム感が強いですね。
ちゃくちゃ笑ってんじゃないですか。可愛いやつっすよこいつは。佐川。ほうじ茶ソイラテのレギュラーサイズを。ほうじ茶ソイラテのレギュラーサイズ。はい。ケーキさんのマフィンありますよね。ケーキさんマフィン。ケーキさんマフィンいいな。1個食べますか。食べますなら。このラズベリーチョコを1つください。はい。はい。シーズケーキさんマフィンを皆さんぜひザスパークに来たらぜひ。お願いします。ザスパ OB でクラブのアンバサダー清水ケーキさんプロデュースのマフィン3種類が揃っているのはここだけ。甘党っすね。辛いのが一番。何が好きですか。甘いの。甘いのっすか。パンケーキっす。あ、ホットケーキ。ホットケーキ食べです。すごいっすよ。めっちゃ手際よく。やっぱカフェ結構行くんで。うーん、白からご自由にお取りください。はい。美味しいです。今日久しぶりにザスパークに来ていかがですか。久々に来てめちゃくちゃ広いですし、本当すごい施設ができたんだなっていうのがまた実感しました。ロッカーがやっぱりすごいなって思いましたね。選手ロッカーがやっぱり広いですし、なんかこう選手のネームも入っててこう豪華な感じがしました。これから楽しみなこととかってありますか。ここでこうやっていく上で。トレーニングするのが好きなんで筋トレができたりだとか、あとお風呂も好きなんでみんなでお風呂入るのとかも楽しみですね。2階にある、食堂の食事ってのはもうめちゃくちゃ楽しみにしてて、今選手も何人か行ってる選手もいて、今後、僕たちに提供であったり僕たちが練習終わって昼ご飯を食べる機会が多分増えると思うので楽しみですね。栄養が満点とよく聞いたので、はい、そのメニューっていうのはめちゃくちゃ楽しみにしてます。この前も買って帰りました。あら、そうなんですか。はい。はい、サッカーの話はほぼ聞きません、はい、あ、聞かないですか。ほぼ聞かないです。なんでですか。聞いてくださいよ。そんなこの後説明します。あ、分かりました。あ、すみません、はい、まずは北戦振り返っていかがですか、はい、まずは勝ち点がない試合がたくさん続いたのでその中では以前白尾選手の話がゼロやん話あ、はい、で、はい、酒井選手に起用した企画をちょっとやるんですけど、はい、あ、はい、MVP だっていう関係で、はい、ちょっと酒井選手を起用した企画やるんですけど、はい、酒井選手についてちょっとお話ししたいな、はい、いつもセンターバック隣でプレーしてる、はい、昨シーズンから多いかなと思うんですけど、はいはい、どんな選手ですか。それはどっちですか。プレースタイルですか。プレースタイルから聞きたいです。すごい熱い、メンタルも熱いし、プレースタイルも熱い選手だなとは思ってます。あとは僕のイメージですけど、すごいサッカーに対して熱いし、熱いしか知る人ないやん。何言ってんねん、シロは。相手を潰す守備だったりヘディングだったりは本当に学ぶところが多いなと思ってます。ピッチ外どんな選手ですか、はい、ピッチの中とはまた違った一面はあるなって思ってますし、僕の2個上ですけど、
まあ、僕の1個上の選手とか、まあ、僕の同年代とか、なんなら下の選手にいじられロッカーで言われて熱いわってこともやっぱりたくさんありますし、いじられて熱いわ、まあ、ピッチの中ではああいう熱いサッカーに対して真面目なキャラクターだと思いますけど、まあ、ピッチの外ではなんか後輩の僕が言うのもおかしいですけど、なんかすごい愛されキャラというか、まあ、いじられる一面も持ってるなと思ってます。やっぱりご練習終わった後じゃないですけど、そのサッカーから離れるとそういう一面も見られる。そうですね、よくなんか筋トレしてるときとか、くしくになんか言われてなんか言ってるのも結構耳にします。、はい、上の方からもいろいろと、はい、くしくいじってくるからな。一言で言うとどんな選手となりますか？それはピッチ外ですか？どっちでもいいです。もうなんかどっちも酒井修一選手、一言で言うとこの人、こういう人。熱々。おもろいやん。熱々です。おもろいやん、はい、城は。もう熱苦しい感じですね。はい、嬉しいな、こうやって言ってもらえるの。いやもうそういうコメントもあって熱いっす。まあ嬉しいっすね。試合に出るためにやっぱりその守備が今自分としても課題があるので、そういう部分はその主力くんとか守一くんとかを見ながら一緒にそのアドバイスももらったりして、すごくありがたいです。ディキルの 外面見たことないんで、ところでなんか感じたことというか、ちょっと前の話にはなっちゃうんですけど、はい、ありますか？そう、やっぱり守一くんはずっとリーグ戦もずっとスタメンで絡んでたので、やっぱそういう人がその隣に行ってすごく頼もしくて、で自分も初めてちょっと緊張もしてたんですけど、その試合中もずっと声をかけ続けてくれて、すごくこうプレーしてる酒井選手、どんな選手？多分外から見ても分かると思うんですけど、気迫のあるプレーというか、そういう部分は自分も見習わなきゃいけないっていうのはいつも 毎回の練習で思ってます。逆にこうピッチ外でどんな選手ですか？高卒ルーキー、結構もう10個ぐらい上になるかなと思うんですけど、はい、そっか、10個か、でもすごいか。クラブハウスでもその優しく喋ったり、その練習終わった後も一緒にそのロングボールを練習とかも一緒にできるやるぞとか言ってくれて、混ぜてくれてるので、やっぱピッチ外でも優しい先輩です。結構話しかけてくれたりとか？あ、そうです、はい、話しかけてくれます。期待の選手ですからね。一言で酒井俊一選手を表すと、こんな選手、後輩から見て。男っす。熱々な男です、今のところ。あ、そうです。どんなところが？やっぱりその試合だったら、まあ、外から自分はその見させてもらって、そういう部分ではやっぱしそのチームを引っ張るその大きな声だったり、気迫のあるプレーもですし、まあ、そのピッチ外でもその優しく後輩に気にかけてくれるところも含めて男です。嬉しいですね。もっとこう、まあ、中野選手も若いですし、まあ、自分もそんなベテランという域でもないので、やっぱりどんどん上に行きたいですね。こう切磋琢磨じゃないですけど。若い選手から中野選手と、いや可能性しかないんじゃないですか。そのザスパで高校卒業、高卒で入ってきた、例えば岡本和真もそうですし、虎之助もそうですし、力竜もそうですし、やっぱ可能性がみんなあるんで、そこを自信持って彼らやれてるんで、まあ、継続してこう地道にやっていくのが大事だなと思うし、こうやっぱコミュニケーションを取る部分ではやっぱりこう上の人たちが多いんで、難しいところはあると思うんですけど、こ うまくベテランとそのこう若い子たちのこう橋渡しじゃないけど、その中間的な役割を、できる年齢だと思うので、そこはうまくこうチームを作るときに、まあ、いい役割を自分も果たせるように、そこは頑張りたいですね、はい、まだあんだ、嬉しいですね。これはいい企画かもしれない。次誰だ。出た、佐藤亮。人を上げるための声かけっていうのは
多分もちろん大事だし、それを言う選手がどれくらいいるのか、どういう選手が言うのか、真剣じゃないタイミングで言うのかっていうところも大事だと僕は思ってるんで、あの練習の中でそういうのは求めながら、自分にももちろん求めながらあのやっている部分であります。選手についちゃった , 笑ってるやん、これは仲がいいってことで、あの坂井選手ご本人からも名前が上がってる佐藤選手なんですけど、佐藤選手から見て坂井選手どんな選手ですか？ピッチ内でどんな選手ですか？ピッチ内で、ピッチ内で熱い選手熱いしか言わんや言った方がいいですよね、多分、はい、熱い選手だなと思います。ピッチ外でどんな選手、結構ご飯も行かれるっていう話は聞いてて、以外はあの僕の一つ上なんで、年があの本当いいお兄ちゃんっていうか、まあ多分なんて言うんでしょうね、僕あんまりそんなに敬語も周一君には使わないし、あのそういう関係というか、まあほぼ同期じゃないけど親しみやすいお兄ちゃんみたいな感じですかね、パーソナリティ的には。周一くん、多分周一くん僕ほど別に多分そんないじられてないと思うんですけど、結構僕がいじることが多くて、なっちゃうわ。なんて言うんでしょうね、周一くんは多分プライベートあんまり面白くない。これさっきも言ってたよね。よく言うんですよ、周一くん本人にも、周一くんあんま喋んない方がいい。周一くんあんま喋んない方がいい。何この動画、めっちゃおもろいんだけど。そのなんか勝手にボケようとして結構事故することが多い人なんで、周一くんは喋んない方が多分モテますよってよく言うんですけど、だからそのなんていうんですかね、プライベートは あんま面白くなくて、まあ、かもなく不可もなくみたいな、まあそれが逆にいいんでしょうね、多分お兄ちゃんみたいで。いやなんか周一くんなんかこれじゃなくマイナスじゃないですか。めっちゃ周一くんって話すやん。もう少しなんか言いましょうか。まず周一くんは、顔がかっこいい。もういいよそれは。身長が高い。じゃない。笑顔も素敵。見た目しかない。面白くないところが面白い。ダメだ。ダメな後輩だ。本当いい人だなと思います。取ってつけたような感じですか。はい。大丈夫。これくらい言っとけば大丈夫です。おもろすぎるわ。おもろすぎるっすわ。いやもう同期入団で、俺は佐藤亮のことも知ってたし、知ってたんで、まあ初めて会いましたけど、こう人として関わっていく中で、まあいいやつですし、まあサッカーに対して熱いですね。まあ頼れる存在じゃないですけど、こう前線でこう身を粉にしてじゃないけど、ハードワークできますし、まあもちろんこう左足の技術が高い選手なんで、すごく頼もしいですね、チームメイトとしては。後輩としてはちょっとなってないかもしれないですね、教育が。けどまあでも一番礼儀も正しいし、ちゃんとしてるっす、そこら辺は。ちゃんとこうなんていうか、いい遅なんていうかな、うん、いいやつですね、はい、彼はだいぶいじってきてましたけど、本当俺のことが好きだなっていう感じですね。どうせあの人なんだろうな、ラストは。高澤です。かっこいい、ありがとう、よく言われる。いやまあ結果だけ見たらやっぱりずっと負け続いてたので、まあ、勝ち点1、アウェーで勝ち点1という結果ではありますけど、勝ち点を持って帰ってくれたことはすごい良かったなと。富士スバルさんの番組の方で、ちょっと酒井選手を起用して企画をちょっとやるんですけど、酒井選手についてちょっとお話しいただけたらなと思います。いい質問ですね。いや、週1ですか？はい、週1について、何でもいいですか？いや、あ、同い年じゃないですか。周一はもうよくわからんすよね。なんか変な不思議な人っす。世界観がよくちょっと変わってるっす。変わってはないっていうか、別に変なやつっすね。なんかこう、よくわからない人っすね。俺言われるんですよ、変わってるねって。たまにこうよくわからないって言われますよ、多分。でも俺は結構仲良く、同期なんで仲良くしていますし、まあ、一緒に
まあ、飯とかも行きますし、うん、まあ、仲はいい方であります、うん、どういう人みたいなのありますか、サッカーにおいてはこういう人。かっこつけっすよ。もう何言ってんだ、いいこと言えよ最後ぐらい。一言で言うとかっこつけっす。もうあんまなんかこう自分でふざけたりしないし、かっこつけっすね。確かにな顔はかっこいいがいいっすけど、別に俺はかっこいいとは思わないけどこいつライバル視してるっすね。終わりかよ、なんだよこれ、ふざけてるわこいつのインタビューの時絶対言ってやる、なんか考えとこまあ同い年っぽいっすね、唯一こうなんていうかな、やっぱ同期がん去年はいなかったんで、こう対等にこうこういう風に言って、まあ、プレー中もこうお互いこう指摘もするし、いうことも言ってるんで、うん、そこはこう刺激を入りながら、普段は、まあ一緒にいることも多いし、まあ、ふざけてですね、ゆうやはどっちかというなら、まあ、あのこう陽気な感じでみんな明るくしてくれるような彼なんで、まあ、すごくそこはなんかチームが暗い時もこう彼なりに明るい感じでやってますね。そこはすごくチームも助かってるんじゃないですかね、はい、コメント優秀ゆうや俺はこういうコメントだぞ一方でも佐藤亮高澤はいじり倒してましたね俺のこと。すごい映像が最後来たなこうザスパを応援してくださる人たちもやっぱどうにかしなきゃいけないっていう気持ちは多分もう全員あると思うんで、それはやっぱりポジティブな方向にですね、持っていけるようにまずはやっぱ現場が僕たちが試合に勝つことがやっぱり一番ポジティブになるところだと思うので、やっぱその現場がしっかり結果を出せばいろんな人たちの注目も集まると思うので、やっぱり個人個人がもう少しレベルアップすることと、監督が今武藤監督がやられてるサッカーをみんながこう理解するっていうのはもう前提で、その理解した後にプラスアルファで自分の能力であったりその戦術を超えたところを出していかないといけないと思ってるので、そこはこうもっとみんな自信持ってフレキシブリにじゃないけどこうなんていうかな、自由にこう自分たちの思い表現する場所でもあるのでピッチは、だそこはもっと自主性を持ってみんなで声をかけ合いながらやれればもっと強くなるんじゃないかなって思いますね。コミュニケーションを取ること、本当細かいことでも話せることあるし、プレー中にでも話したらそれ解決するよねっていう問題たくさんあって、本当監督が言われるようにそのコミュニケーションの声はもっと増やさないといけないと思うし、その勝つために必要なことっていうのを、まあ、勝ってる時は多分それが自然にできてたりだとかこううまく回ってるんですけど、やっぱそれがこうちょっとずつこう自信がなくなったりだとか、それができてない時に誰が声出してやったり誰がこうチームの中心になってやるかって、一人じゃなくてやっぱり11人出てたら11人が個人個人でつながらないといけないと思うので、そこのこう選手としてのこう大枠っていうかどんどん大きくなっていかなきゃいけないところは本当自分もすごく感じてますし、もっと僕もそこは成長できるなと思うので、そこは本当一人一人が取り組んで今の現状を打破したいですね。はい、やっぱり長期運転というか長い運転をしてでもそんな疲れないですし、まあ乗り心地は多分助手席に乗られた方もこうスーッと行くなっていう多分あれもあったと思うんで、やっぱすごく運転はしやすいですね、はい、一試合一試合魂込めて頑張ります。一つ一つのプレーに悔いなく熱く戦います。応援よろしくお願いします。終盤に向けリフレッシュできたよう、レイバックとともに情熱のファイアーウォール酒井秀一の戦いは
まだまだ続く。